一般特恵関税制度は関税に関する国際的な制度の一つである。先進国が開発途上国から輸入を行う際に関税率を引き下げるもので開発途上国の支援を目的としている。英語表記を略して GSP とも言う。一般とあるのは1947年のガットの発足時に経過的に認められた地域特権の中で 最警国待遇の原則があり、それは相手国に対して他の国に与えている条件よりも不利にならない条件を与えることを協定することである。だが、例外として一般特恵関税制度では先進国が開発途上国の産品に対してより低い関税率を適用できると認められている。ガット規定上の処理は当初は1971年6月25日の ガット定約国団の決定としてガット2 5条6項に基づく義務免除として実施され1979年以降は受験条項に基づくものとなっている開発途上国の経済発展及び工業化の促進を目的とし国連貿易開発会議において1970年に枠組み合意がなされた日本では1971年8月から 関税暫定措置法に基づき実施されており、2019年4月時点で、対象は128カ国5地域、農産品については、有税1642品目のうち、337品目が、高工業品については、有税4283品目のうち、3215品目が、特計対象となっている。 先進国並みに経済が発展した特恵受益国や高い国際競争力を有する特恵受益国の原産品については特恵関税の適用対象から除外されることになっておりこれに基づき2019年度から中国、メキシコ、タイ、ブラジル及びマレーシアが特恵関税対象国から除外されたガット文書 18S24 税関 特定的王国、地域一覧 https コロンスラッシュスラッシュアープドットドット ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ピッド八百八十九万五千七百四 www.mof.go.jp スラッシュアバウト、マフ、カウンシルズ、カスタムズフォーリン、エクスチェンジ、サブオブ、カスタムズ、プロシーディングス、プラン、 マテリアル、かな22万1117、かな22万1117、HPDF 国立国会図書館アーカイブによる、財務省、HP、関税、外国為替等審議会。関税文化会企画部会配布資料、平成22年11月17日資料3から2、特計関税制度、P に税関、特計卒業国、地域一覧。ありがとうございます。